こんばんは。休日暇すぎ社会人代表の TK です。本日の動画では、20代会社員がプリウス PHV を購入して起こった3つの変化を語りますという動画を出していきたいと思います。ものすごい大それたタイトルになっていましたが、あくまで私の体験談をつらつらと語っています。おそらくプリウス PHV を持っていらっしゃる方には一部共感いただけるかもと思っております。もしプリウス PHV の購入を考えている方は、購入したらどうなるかをお伝えしていきます。もちろん個人差はあると思うので、みんながみんなそうというわけではないのですが、まずは事前に3つの変化を話していきます。 1.PHV と言ったらあいつというイメージがついた。 2.ドライブに行くことが増えて人生が前向きになった。 3.面白いやつというイメージがついた。それでは行ってみましょう。1.PHV と言ったらあいつというイメージがついた。個人的には一番大きな変化だと思います。職場や個人的なコミュニティの場でプリウス PHV を購入したことをよく話していたのですが、ことあるごとにプリウス PHV、 もとい PHV と言ったらあいつというイメージがつきました。珍しい車ということもあるので、乗らせてほしいとかドライブに行こうとか、いろんな方からお誘いをもらうことが多くなりました。同年代の仲間だけでなく、職場の上司やプリウス PHV がきっかけで出会った方もいるくらいです。また PHV の購入を考えている友人や職場の方からもよく相談を受けます。正直それ動画にしてるから動画見てと、再生回数増加に寄与してほしいのですが、もちろん YouTube やってることなんて誰にも公言していないので、一から説明をしています。環境に優しいやつというイメージもつきましたね。だからなんだと思われるかもしれませんが、よく受ける質問は動画にしたりもしているので、一石二鳥かなと思っております。おそらくプリウス PHV を購入されている方も同じイメージなのかなと思っております。ちょっと人と違う車に乗るだけで周りからの印象も変わりますね。 PHV と言ったらあいつというイメージが定着するでしょう。2.ドライブに行くことが増えて人生が前向きになった。2つ目はドライブに行くことが増えたことです。これは1人でも複数人でもですが、ドライブの回数が増えましたね。正直プリウス PHP だからといった理由ではありませんが、新車購入された方はおのずとドライブは増えるかなと思います。ですがプリウス PHP の場合は、電気の力で走るとどのくらい加速できるのか、静粛性はどうなのか、山道の下り坂だけで何パーセント充電を貯めることができるのかなど、不思議なチャレンジと一緒にドライブを行うことが増えました。あとはプリウス PHV は単純に燃費がいいので、遠出をするハードルが下がるんですよね。さらにオートクルーズコントロールもついているので、高速道路などは一定の速度でハンドル操作だけでも十分です。コロナ禍の前には一人で愛知県から京都に行ったり、愛媛経由で広島に行ったりといろいろしていました。走りがすごい楽しい車なので、自然とドライブに行くことが増えると思います。車を買うまでは家でダラダラ YouTube を見て土日が終わるような残念な生活をしていたのですが、今は暇さえあればドライブに行き、美味しいものを食べて帰ってきたり、愛車と風景をパシャリと撮ったり、いい意味で車が趣味の一つになったのかなと思っております。休日のために今日はどこへ行こうと考えるので、そういう意味でも人生が前向きになりました。インドアからアウトドアになれたことが個人的に大きな成長だったと思っております。まあ根はインドアなんですけどね。3.面白いやつというイメージがつく。これは1番目とも若干類似しているかもしれませんが、周りからの目が変わります。たびたび周りからの目を気にしているみたいで気持ち悪いですが、事実としてそうです。私は自分がいいなと思って自分で決めて購入したので、周りがという理由は全くありませんでしたが、周囲からの印象は大きく変わるみたいですね。20代で車を買う人自体今では少ないと思います。その中でも86やハリアー、CHR なんかは同期や周りで人気がものすごく高かったです。その分プリウス PHV のノーマーク感がすごいんですよね。面白い車買ったな、ナビクソでかいやん、何この車ワロタといった反応もしばしば返ってきます。遊び心があるというか、いい意味でツッコミどころが多い車なので、周りからは喜ばれますね。よく充電しないと使い物にならないということで選択肢から外れるんですが、
実際私は充電せずに使うことも多いですし、燃費がそもそもいいし、外見がめちゃくちゃかっこいいので十分にいい車なんですよね。また高いというイメージもつきまといますね。確かに新車で購入すれば高いですが、中古市場ではコスパいい値段なのでびっくりします。2017年のモデルでは走行距離も1万キロ以内で250万円くらいで売っています。ものすごくいい状態で値段が新車から100万円近く落ちているって買いじゃないですか。中古車にあまりいいイメージがない方もいらっしゃるかもしれませんが、私は中古車で購入してもデメリットはないと思っております。ただオプションを選べないというのが唯一ですが、それもすぐになれます。話が脱線してしまいましたが、プリウス PHEV は何かと面白い車だと思います。周りが喜んでくれることも間違いありません。あなたの印象もぐっと良くなるでしょう。番外編ですが、大きな変化として YouTuber になったことも挙げられます。これは多くの人には決して当てはまらないと思うので番外編にしました。私個人の話になりますが、プリウス PHEV を購入したことにより YouTuber になりました。単純に意味がわからないですよね。当初はただただ楽しくて、ドライブの様子や旅行の様子を趣味程度で YouTube にアップロードしたのが始まりでした。それからたくさんの方に動画を見ていただけるようになり、コメント欄でも質問される機会が増えました。プライベートでも聞かれる質問が多かったので、それを動画という形で声や映像で伝えることを続けていたら、気がついたら今では600人もの方々に登録していただける結果となりました。本当にありがとうございます。私も購入前はプリウス PHEV のあれこれをネットで探していたのですが、あまり情報がなかったんですよね。なのでそんなあれこれを知りたい方にとって少しでも雰囲気を感じ取ってくれればと思い、動画配信を続けております。これからもプリウス PHEV のあれこれを発信していきますので、引き続きよろしくお願いいたします。本日の動画では20代会社員がプリウス PHEV を購入して起こった3つの変化について語ってきました。若干これまでとは趣向を変えて話していきましたが、いかがでしたでしょうか。プリウス PHEV の購入を考えている方、ただいい車を手に入れるだけではなく、さらなる特典もついてくると思っていただけるといいかもしれません。いろんな意味で周囲へ与える影響も大きく、冗談抜きで人生がより楽しくなると思います。はい、本日の動画が面白いと思われた方はいいねとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。次回の動画でお会いしましょう。では。